ぜひとも招致を実現させたい、政府を挙げて全力で支援してまいりたいと考えております。安倍総理は来日している IOC 国際オリンピック委員会の評価委員に直接2020年の東京開催を PR する考えを示しました。候補地の調査に訪れた評価委員に対してプレゼンテーション初日の4日に挨拶し、自ら東京開催のメリットをアピールするほか、6日には迎賓館に委員を招き夕食会を催します。